バローロイタリアワインは、イタリアで生産されるワインである。イタリアは温暖な気候に恵まれており、古代ギリシア語で、ワインの大地と呼ばれている。イタリア20州すべてで赤、白、ロゼスパークリングのワインが作られ、それぞれの州で特徴ある、ワイン作りが行われている。使われる品種は、サンジョベーゼ、バルベーラ、ネッピオーロ。 トレッピアーノ、ピノグリージョといったイタリア土着手のブドウが多いが、カベルネソービニオン、メルロー、シャルドネなどといった品種も多い。生産規模では、フランスと、ほぼ互角であり、ワイン生産量、海外輸出量ともに1位2位争いを繰り広げている。イタリアのワイン法イコール DOC 法は1963年に、制定。上から DOCG、d o c グッド VDT に分ける。 しかしキャンティのようにその質にピンから霧まであるようなワインが一括して DOCG にランクされ逆にサッシカイアのような高品質ワインが VDT にランクされるなど多くの問題がありたびたび改正されているその後2009年8月1日に EU の原産地名称保護制度に従って DOP、イグップ、地理的表示なしの3つに再分類された DOCG と DOC はまとめて保護原産地故障ワインにくくられている。ラベルには3通りの表示が認められている。ワイン法や従来の格付け基準にとらわれずに作られるトスカーナ産の上質なワインを特にスーペルトスカーナと呼ぶ。イタリアをはじめヨーロッパのワイン法では歴史的にその土地で栽培されてきた品種を用いてワインを作ることが基本とされている。しかし、 トスカーナ地方では、あえてそれを無視して、土壌と相性の良いフランスボルドー原産のカベルネ装備に4種を植えて、カベルネ単独、または、古くからこの地方で栽培されてきたサンジョベーゼ、種などとのブレンドによって、良質のワインを作ろうとする動きが活発である。当初、それらは、格付け再開の VDT や、貝のイグッドとして生産されていたが、 品質の良さから世界的に評価が高まり、スーパータスカンと呼ばれて、格付けを超えた大人気となった。現在では、冊子会やをはじめとして、人気と評価を後追いする形で、DOC に認定されるものも出てきている。また、同州のキャンティにおいて、赤ワインに白ブドウを混ぜて醸造することが長らく、法的に義務付けられていたが、これに反発する生産者によって作り続けられた。 サンジョベーゼ100%の赤ワインもスーパータスカンに含められる。なお、現在では白ブドウを混ぜない赤ワインの人気によりワイン法が改正されサンジョベーゼ100%でもキャンティクラシコを名乗ることができるようになった。また、スーパー VDT という故障もあり、こちらはトスカーナさんに限らない呼び名であるが2005年1月の時点ではこう呼ばれるものは トスカーナさんが中心となっている。ありがとうございます。